メジャー球界では毎年のように続々と新たなスター選手が生まれている。今シーズンも多くのメディアやファンから注目されているルーキープレイヤーが数多くいるが、今回紹介するトロントブルージェイズのアレク・マナーという投手も2021年のデビューシーズンには打者を圧倒する投球で素晴らしい成績を収め、全米に注目された怪物のような新人だった。マノアは今シーズンがメジャー3年目の選手で、身長198センチ、体重は130キロと、投手としてはとても大柄で威圧感のある投手。その風貌だけで打者は圧力を感じてしまいそうだが、さらにマノアはインサイドへとボールをガンガン投げ込む、闘争心むき出しのとことん攻め込むタイプの投手。そのため打者によくボールをぶつけることがあり、おととしのデビューシーズンでは16個のデッドボール、昨年は15個のデッドボールを与え、2年連続でリーグ最多の4四球数を記録している。中には与えたデッドボールが故意四球とみなされ、退場や出場停止処分になったことも。そしてマノアの闘争心はそんな強気に投げるボールだけにはとどまらず、感情をむき出しにしてマウンドに立つため、気合の入っている時は打者を三振に仕留めた後、打者に暴言を放ち乱闘寸前になることさえある。ただデッドボールの数が多いといっても、投手としての成績はメジャートップクラスの5-1。2021年のデビューシーズンは20試合に登板し、ルーキーながら2桁勝利目前の9勝2敗、防御率は 3.22 で、9月と10月ではルーキー・オブ・ザ・マンスにも選ばれている。昨年のメジャー2年目となったシーズンではマノアはさらに飛躍し、16勝7敗、防御率 2.24 という球界トップクラスの成績を残した。4月にはオールスターゲームにも選出され、超一流のメジャーリーガーに仲間入りし、年間を通してはメジャー2年目ながらブルージェイズのエースとして活躍。11月のオフに行われたサイ・ヤング賞の投票結果では3位にまで上り詰め、マノアは名実ともに球界を代表する剛腕投手となった。最後に余談にはなるが、マノアには兄弟がいて、3歳年上の兄もマイナーで投手として5シーズンを過ごした野球選手だ。